中小でもやちゃんとしっかり予算があって、うんあの、しっかり成熟した人がいるプロジェクトであれば、手厚く教えてくれますし、うん。で、ね、ベンチャーでもしっかりした人がいる会社だったら、手厚く教えてくれますよ、うん、本当に。そうですね。うん、そういうことをね、こうリアルに。 言葉として聞いていくと学生のね、就活に立つんですよ。うん、そうなんですよね。むしろ大手の方がノウハウない人とか、うん、うぞうむぞう人がいるから結構なんか現場は雑だったりって話よく聞きますよ。あるよね。はい、うんで。俺がよく学生に言うのは、みんなその大企業だったら手厚くてなんかちょっと楽なんだろうみたいなね、思ってくるけどいや、全然そんなことなくて。ない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 。<laughs> 大企業っていうのは、 その中小企業とかベンチャーとかがその会社の中に200個ずつぐらいあると思ったらいいよみたいなね。<laughs> そうですね <laughs>。全部違う会社ぐらい違うからね。<laughs> そうですね。うん。だからその大企業っていうその全体の塊で見てるのはちょっとやっぱおかしくてその中にたくさん小さい会社があるみたいなもんで、うん、その会社どこに行くかによって全然違うじゃん。 そうですね、まあ、僕がいた最初の電気メーカーなんてまさにそうでしたね。まあ、僕がいた部署で一つの中小企業みたいな。そんな感じでしたよ、はい、それもだから外資コンサルにいた超優秀な人がめちゃめちゃスパルタでしばしやらせるベンチャー企業みたいな。<laughs> あ本当そそううですよ <laughs> そうだよね <laughs>、うん、だからこう結構やっぱそういうのは学びになるんだよね。うーん でもなんとか勉強して、やっぱり1年でだいぶでもできるようになったんじゃないまあそうですね、まあコツとしてはやっぱりもう、社内政治っすよね。ほうほ、ん、うほう、どういうこと<も>まあその人、まあ、結構の飲みに行くの好きだったんで、飲みつきあったりとか、あと当時結構喫煙者多かったんで、あんまよろしくはないんですけど、まあもうなんかタバコ休憩一緒に行ったりとかして、その場でなんかいろいろ。 うんまあ、その人もその人いろいろストレス抱えること多かったんで、なんか、うん、愚痴聞いたりとか、仕事の相談その場での、うん、乗ってもらったりとかして、うん、それでちょっと仲良くなって、そこで相談するようにしてたら、仲良くなれました。<laughs> いや、結局、対話なんだよね <laughs> あ。そうなんですよね。今ってこう、リモ、うん、が多いから、なかなかそういう仕事しづらいですけれども、うん どんなに厳しい人でも絶対にあの突破口っていうのがあるんで、そこを探れれば絶対に仲良くなれるんで、どんな人でもやっぱそこなのかなって思いましたね。はい、だからこういう今の話なんかも、捉え方だよね、その、タバコを吸って喫煙所に一緒に行った方がいいとか、 そのノミニケーションで飲みに行かなきゃいけないとか、うん、そういうのおかしいじゃないですかっていうふうに捉えると、やっぱりそれは本質からずれていて、飲みに行くことが大事とか、はい、そういうことが大事なんじゃなくて、本質は対話をすることが大事で、対話の、まあ、まずは量だよね、対話の量を足していくかっていうことによって、うん、クオリティの高い対話ができるようになってきて。うん そうすると仕事で相談した時とか相談できなくて自分で考えてやるときなんかにもここの対話の量が多くなって情報が多くなってればまあうまくいくことが多いでしょうとでも仕事中に対話するっていうのは限られてるのでお互い忙しいわけでなのでどこへ対話しましょうって言って結果的に飲みに行くっていうところになっているだけだしタバコ吸いに行くってところになってるだけで。 他に考え方があるなら別にやっていいけど、で,ね、できないからそうなってるだけって、そうですね。会話しててくれってことだよねねそうです、ね、もちろん、なんか、うんあの、開発会社の人とかで、若手でもすごいあの情報工学出身で、技術に自信がある人は、もうやっぱ技術力があるから、それだけで信頼されてるっていう人もやっぱりいましたけれども、そういう人は全然もうあの、いや、僕はもうあの、そういうのを、ちょっと。いきません いきませんっていうので、それでもやっぱり信頼されてるのはもちろん信頼されてましたけれども、うん、まあそれでやっていけるんだったら、どうぞそのスタンスを取ってくださいっていう感じですけれども。成り立つんだなってことだよねね、うん、そうです、ね